こんにちは、大宮です。今日はボーム&メルシエ倉島スペシャルエディションを紹介していこうと思います。クラシカルでありながらモダンな魅力も備えた人気コレクション倉島の2023年新作モデルです。ブルーのスケルトンダイヤルとムーブメント、ストラップの全てが見事に調和し、洗練されたコンテンポラリーなスタイルを実現しています。今回の動画では初めにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、時計の裏側、ベルトの解説、最後に実物に触れてみた感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、落ち着いたブラックの外箱にはブランドロゴがシルバーで記されています。内箱はグレーのメタリック調のカラーにブランドロゴマークが記されています。内箱を開けると時計がちょうど Y の中心に位置するようデザインされており、シンプルながらもこだわりの感じるデザインになっています。中には取扱説明書、保証カードが入っています。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはボーム&メルシエ倉島スペシャルエディションです。1830年にスイスのジェラ地方で生まれた時計工房を前身とするボーム&メルシエは200年近くの歴史を持つ老舗ウォッチメゾンです。現代に根差し、既成概念にとらわれない最高品質の時計製造をし続けるというコンセプトのもとに、製造と組み立ての工程が全て自社内で実施されるエタブリサージとして、高い品質にこだわった時計作りを続けています。1996年に発表された倉島は、純粋なラウンド型のケースが特徴的なコレクションです。伝統的かつタイムレスな衣装だからこそ、倉島の時計は長きにわたって愛用できる一本として人気を集めています。また独創的なデザインもボーム&メルシエの魅力の一つです。今回ご紹介するモデルも、個性豊かな文字盤と精巧なムーブメント、こだわりのファブリックストラップなどが見事に調和し、素晴らしい時計を生み出しています。そうした細部へのこだわりも詳しく紹介していきます。それではまずケースについて見ていきましょう。ケースサイズは 42.1mm で、全てポリッシュ仕上げのステンレススティール製で、丸くカーブしたパッケージングが特徴です。手巻き式ムーブメントのモデルということで、厚さは 8.95mm と非常に薄く、煩わしさのないスマートな付け心地となっております。細めのラグは手首側の曲面によって素晴らしいフィット感を実現、均整の取れたプロポーションの美しさはもちろん、快適な付け心地も倉島の魅力です。またこちらのラグは工具なしでもストラップが交換できるフレキシブルな仕様となっております。3次位置にある円筒形のリューズには、ギリシャ文字で銀行を表すファイのロゴが刻まれています。ボーム&メルシエでは1950年から60年代にファイを自社の時計作りに対する精神を示すマークとしてロゴに採用しています。風貌には傷のつきにくいサファイアクリスタルが採用され、繊細な文字盤を守ってくれています。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。文字盤は個性的なスケルトンダイヤルを採用しており、ブラックフランジ付きのブルーサファイアダイヤル越しに時計内部のムーブメントを鑑賞することができます。文字盤の中心部分にちょうど歯車が位置しているのが透けて見え、ムーブメントの部品の配列もスケルトン仕様に合わせて考え抜かれていることがわかります。6時位置にはブルーのスモールセコンドが配置されています。スモールセコンドのプレートは同心円状の溝が幾重にも刻まれた繊細な作りで、外周部には5秒間隔で区切りのついた読み取りやすいスケールが備わっています。クラシカルな流線形の針や細身なアプライドインデックスなどは全てダイヤルのブルーと調和するグレーカラーが採用されています。3、9、10日にのみ手書き感のあるアラビア数字が用いられているのも上品なデザインです。また文字盤外周のブラックフランジはモダンなデザイン性を強調するだけでなく、1分刻みのスケールをつけられているため細かい時刻の読み取りを可能にしています。12時位置にはシンプルなフォントによって社名と、1918年にボーム&メルシエが設立された地スイスジュネーブの名前が刻まれています。まるでスケルトンダイヤルの上に浮いているかのように見える白い文字が文字盤をよりスマートに演出しています。次は時計の裏側を見てみましょう。時計の裏側はシースルーバックとなっており、サファイアクリスタル越しにムーブメントの動きを眺められるようになっております。
シースルー部分の面積が大きく、表側の文字盤とほとんど変わらないサイズです。搭載されているのは手巻式ムーブメントエタ649811です。パワーリザーブは約2日46時間となっております。手巻式でローターがないため、曲線的な地板の造形や歯車の輪列など美しいムーブメントを余すことなく見ることができます。シルバー、ゴールド、グレーで構成されたムーブメントは表側の文字盤同様完璧にデザインされています。ボーム&メルシエでは機械式時計のムーブメントの正確性、パワーリザーブ、日にち設定、クロノグラフなど全てのコンプリケーション機能を検査します。その後、小さな欠陥を明らかにする熱衝撃試験にまで合格した確かな品質の時計だけがお客様の手元に届きます。また裏蓋のステインレススティール部分にエングレービングし、パーソナライズできるようになっており、記念としての購入やプレゼントにも最適です。続いてベルトについて見ていきましょう。ベルトはホーランド&シェリー社製のブルーファブリックストラップを採用しています。ホーランド&シェリー社とは1936年にロンドンで創業した英国高級副字名門マーチャントで、上質なファブリックの質感がクラシマのラウンドケースとマッチしています。インターチェンジャブルシステムによって、ベルトは付属のブラックのアリゲーターレザー製のストラップともツールなしで交換可能です。いずれのベルトもバックルはクラシカルなアルディロンバックルで、ケースと同じくポリッシュ仕上げが施されています。ボーム&メルシエは時計のストラップ生産に関して、地球環境の未来を考えるサステイナブルな選択を模索しており、ワシントン条約に準拠した非革製品のみを使用しています。防水性能は50メートル防水となっております。今回のボーム&メルシエクラシマスペシャルエディションの感想ですが、これは実際に触れてみるととても魅力にあふれた時計だと感じました。スケルトンのブルーサファイアダイヤルはムーブメントの地板に施された美しいペルラージ装飾を楽しむことができ、その美しさに目を奪われました。ケースは丸みを帯びたポリッシュ仕上げで、腕になじむ感触があり、つけ心地が非常に快適でした。大型の手巻きムーブメントはスケルトナイズされており、ゼンマイが巻かれる様子や歯車の動きを観察できるため、メカ好きの方ならずともその魅力に引き込まれることでしょう。ビジネスの場ではブラックのレザーストラップ、カジュアルな場ではブルーのファブリックストラップに付け替えて楽しむことができます。さらにインターチェンジャブルシステムで簡単にストラップを変更できるのは利便性が高く嬉しいポイントですよね。デザインと品質の高さが見事に融合しており、シンプルでありながら独自性が際立つため、時計愛好者やエレガントな装いを求める方にとっておすすめです。お取り扱い店舗は大宮、心斎橋店、京都店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。国際保証は2年となっております。ということで、今回はボーム&メルシエクラシマスペシャルエディションについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。